こんばんは、はじめまして、今日から YouTube でチャンネルを開設していきたいと思います。私は主に、内容とするのは、私自身が左利きなので、お裁縫、刺繍、クロステッチなど針仕事される方の、まあ、左利きの方の参考になればと思いまして、アップしていきたいと思います。まず今日は並縫いとランニングステッチ、あと玉留めと玉結びを、撮影していきたいと思います。本日使う針は、こちらですね。これは、フランス刺繍針です。フランス刺繍針っていうのは布地を通すので、先がこう尖ってるんですよね、みたいなで、クロステッチ針っていうのはこう先の方がちょっと丸いんですよね。こう鋭くはないんですね。で、で、この、黒ピンクッションですねは、私が大好きな刺繍作家さんが10年ほど前にこう、プレゼントで当たりました。プレゼントの現象でですね。で、10年以上愛用してます。すごく使いやすいです。で、本日使う糸はこれですね。ダルマカテイと太打ち。よく刺し子をされてる方とかもよく使われてますね。今日はこちらの方が糸の流れが見やすいのかなと思うので、これを使っていきます。はい、では早速、こうやって針をもう通してる1本ですね。1本取りっていうんですかね。で、玉結びを早速いきます。で、玉結びの、コツなんですけど、明るいところがいいかな。まず右手の人差し指の腹にこう1本乗せますね、糸。で、親指で押さえます。で、1回転して、で、今度こう出てるのが大事なんですよね。こうやって。ちょっと。で、これをくるってねじ込んで引っ張る。もう一回いきますね。別にこれは汚くても別にもう全然私構わないと思います。我流ですけど。で、もう一回いきますね。腹の上に乗っけて、くるっと一回転回って、で、ねじって引っ張る。で、玉結びですね。もう、慣れてきたらパッパってできるのが痛い。できるようになると思います。では、早速ランニングステッチいきましょう。で、ランニングステッチも慣れない方は、そうですね、例えばこうね、家庭科を始めたばっかりの小学生の子供たちはこう出したらこういきますよね。もうほんと初めはだって並縫いこれでいいんですよ。初めはみんなこれの集まりが並縫いになるんですから、初めはこうやって一針一針刺していって、で、慣れてきたらこう一針刺したらこう返す。で、一針刺したら返す。これがリズムよくできればどんどん楽しいですよね。針目も揃っていくし。あ、そして私の場合ですね、こう刺しますよね。で、私の場合にはこう、ここの爪に当てるんですよ。この爪が私の見えますかね、こう爪当てることで私の縫い代の幅を決める、こういわゆるペースメーカーなんですね。この爪が、この爪に当てて、この爪と一緒にこう押し戻すような形ですね。だからここのこの動きで分かりますかね、このビヨーンって。で、私のペースが決まっていきます。じゃ、どんどんなっていきますね。ランニングステッチは正しいのかな、あまり人に習ったことがなくて本当に我流なんですよね。だってもう左利きですもん、しょうがないですよね。わかります、こううねうね。
で、そうだな、刺繍で終わるときはですね、私はこういうふうにして、本当と刺繍のときはですね、私こういうふうにしてこう、なんかこう絡めていって私終わらせてるんですよね。刺繍のときはですね、もうこれが正しいのかどうかわかりませんけど、こうやっていって、終わりの形です。なんか刺繍の時はこう、本当はここも違うんですけど、始まりが刺繍の時はちょっと始末が違うんですよね、普通の縫い方と。で、次はちょっと刺繍枠を外して、で、通常の並縫いですね、お雑巾縫ったりとかそういった時のですね。で、私はこういう風にして、こう右手はこう親指のだけ残して中にいわゆる持ってますね、こういう形で、こういう形で持ってますね。で、左指ですね、あ、ごめんなさい、左手で、私左手はこの小指だけをこう生地の後ろでこう引っ張るような形ですね。で、やっていきます。で、こうやって後ろの人差し指の爪と親指の爪で針のこう縫い目の長さのペースを一定間隔で持っていきますね。刺し子される方はこう一気にこうかん、なんかこう指抜きですか、でいっぺんにこうか、で30センチぐらい縫われるんですけど、私そんなできないので、もう一針一針でもなんか見抜いていいですよね。なんかこう昔と変わらぬこう素朴感が私好きなんですよね、虫になれて。で、あっという間にここまで来たと。もうちょっと行こうかな。で、今回は玉留めかをするので返して、で、これも我流ですけど、私の場合にここが今出てきましたね、最後。で、一つ戻ってちょっと返し縫いするような形で出てきます。で、私はこう3回回してこう針をくってこう5個根っこですねに止めて、で親指で動かないように押さえて、でこうくっくってこうやって、もう一回針をもう一回この刺して、また返し縫いの要領でやると。足動くの忘れちゃったらダメか。で、それで最後切ります。まあ、こういった感じですね。ちょっと縫い目、まあまあいいか。まあこれは、まあこれは返し縫いの部分ですけど、まあ、ここはもう縫い代とかの部分であれば全然表に影響はしないので、玉留めの役割はもうほどけないように丈夫に終わらせるっていうのが大事ですもんね。はい。で、本日はランニングステッチと並縫い、あと玉結び、玉留めの以上でした。ご視聴ありがとうございます。ではまた。